菊池寛作瞬間一自称二年九月二十三日のことであるもしそれが都であったならば秋が更けて変わりやすい晩秋の空に北山しぐれが折々襲ってくる時であるが 薩摩型の沖遥かな機械ヶ島では、まだ秋の初めででもあるように暖かだった。三人の流人たちは、海を見下ろす砂丘の上で、日向ぼっこをしていた。ぽかぽかとした太陽の光によくしていると、ところどころ破れほころびている合わせを着ていても、少しも寒くはなかった。 四五日吹き続いた風の名残がまだ折々水輪を飛ばす波頭に現れているものの空はいっぱいに晴れ渡ってさざ波のような白雲が太陽をかすめてたなびいているだけだったそうした晴れ渡った青空から少しの慰めも受けないように三人の流人たちは疲れ切った獣のように 黙って砂の上にうずくまっている。安よりはさっきから左の手で手枕をして横になっている。安よりも成常も瞬間も一年間の孤島生活でその心も気力もすっかり叩きのめされてしまっていた。最初彼らは革命の失敗者として 清盛を罵り、平家の一門を呪い、陰謀の終蜜でなかったことを後悔し、批粉公害に世を徹することが多かった。が、ひ月、ふ月経つうちに、そうした批粉公害が、結局、機械ヶ島の荒磯に打ちをする波と同じに、無意味な繰り返しに過ぎないことに気がつくと、もう誰も、 そうしたことを口にする勇気もなくしていた。その上に都会人である彼らに古党生活の産苦がひしひしと迫ってきた。毎日のように水に浸した干しいや生乾きの魚肉の炙ったものなどを口にする苦しみが骨身に応えてきた。彼らはそうした苦痛を圧倒するような 積極的な心持ちは少しも動かない。彼らは苦痛が重なれば重なるほど、しょきってしまい、飯を食うほかは、天気の良い日は海浜の砂地で、雨の降る日は仕方なくその狭い小屋の中で、ただため息と愚痴とのうちに、一日一日を過ごしていた。そのうちに、 三人とも激しい不眠症に襲われた。その中でも神経質の安よりが一番ひどかった。彼は夜中眠られない癖がついてしまったので昼間よくうたたねをする。さっきからも横になったかと思うともうかすかないびきを立てている。長い間カミソリを当てない髭がボーボーとして その痩せこけた方を覆っている。その上、汗た唇の下には、よだれが今にも落ちそうにた,たえている。なりつねはなりつねで、もののけにかれたような、きょとんとした目つきで、晴れた大空をあてどもなく見ながら、ため息ばかりついている。瞬間は、一緒に陰謀をくわだてた連中の、 こうした辛抱のない、不甲斐のない様子を見ていると、自分自身までが情けなくなる。陰謀を企てた人間として、今少しは男らしい、毅然としたところがあってもいい。刑罰のもとに、こうまでへこたれてしまわなくってもいいと思う。彼は、成ねがもう一度ため息をついたら、 それを機会にたしなめてやろうと思いながら、じっとなりつねの顔を見据えていたが、なりつねはそれと悟ったわけでもあるまいが、くるりと瞬間の方へ背を向けると、海の方へ向いたまま、これもしばしまどろむつもりだろう、黙り込んでしまった。二人の友達が黙ってしまうと、瞬間の心も張り合いが抜けたように、 淡い悲しみにとらわれる。彼にも島の生活がたまらなく苦痛になってきた。都へ帰りたい。そうした渇きに似た感情で胸を責められるその上、成常、安頼らの心持ちと自分の心持ちとが日に増しこじれてくることを感じた。人間が三人集まるときは、 きっとその中の二人だけが仲良くなり、一人だけは孤立する傾きのあるものだが、今の場合にはそれがことに激しかった。安よりも成り常も彼らの生存が苦しくなればなるほど愚痴になってくる。そして過ぎ去った謀反の企てを心の内で後悔し始める。 人間はいかなる場合でも自分を恨まないで他人を恨む。そして陰謀の発動人であった最高を恨む。ひいては最高と一番親しかった瞬間を恨む。彼らをこうした絶海の孤島でもだえさせるのは清盛の責任でなくして本当は最高が陰謀を発動したためであるかのようなことを言う。 最高の人格や陰謀の動機をよく理解している瞬間には、彼らのそうした愚痴が尺に触って仕方がない。彼の神経は日に増しイライラする。そうして何かのはずみからつい景色版で言い争う。二人は瞬間を煙たく思い始める。そして、 幸福な瞬間に一致して反抗の規制を示すそしてお互いに心持ちをすさませるこのごろ瞬間はよく二人が意識して自分を阻害しているのを感じる硫黄を取りに行く時でも海藻を取りに行く時でもよく二人きりで行ってしまうその上三人でいる時でも 二人はよく顔を寄せ合って、ひそひそ話を始める。そんなとき、春巻はたまらない赤涼と不快を感じる。三人きりの生活では、他の二人に背かれるということは、人間全体から背かれるということと同じことだった。瞬間は、そうした心苦しさを免れようとして、 自分一人で行動してみようかと考えた。が、一日自分一人で離れていると、激しい寂しさに襲われる。そして、育児なく、りつねと安りとのところへ帰ってくる。そして再び、不快な感情のうちに、心を傷つけながら生活していく。今朝も、 獅子形にの会合の発動人は誰だ,だということで、瞬間は成常とかなり激しい口論をした。成常は真の発動人は最高だと言った。だから最高だけは、平層国がすぐ切ったではないかと言った。瞬間は、稲、恩美の父の成地下卿こそ、真の発動人である。 清盛が御身の父を都で失わなかったのは、当子一門の考えようをはばかったからである。その証拠には備前へ流されるとすぐ人知れず殺されたではないかと言った。父のことを足ざまに言われたので、日頃は言葉少ない成り常も劣化のように激して、瞬間と一時近くも激しく言い争った。 二人が口論に疲れて、傷つけられた胸を抱きながら黙ってしまうまで。成常と安頼とが横になっているいぎたない様子を見ていると、瞬間は意地にもその真似をする気にはなれなかった。彼は胸の内の寂しさと、むしゃくしゃしたうっかいとを漏らすところのないままに、腕組みをしてじっと考える。 すると、いつもの癖であるように、妻の松の前や、娘の鶴の前の姿が、幻のように胸の中に浮かんでくる。それから、京国の宿所の釣りのや、鹿ケ谷の山荘の戦跡のたたずまいなどが、彷彿として思い出される。都会生活に対する憧れが、心をただらせる。 たくさん使っていたしもべの一人でもが、今かしづいていてくれればなどと思う。瞬間がこうした回想に浸っているとき、寝っていたと思ったなりつねが急に立ち上がった。彼は悲鳴とも歓声ともつかない声を出したかと思うと、砂丘を海の方へ一桟に駆け下りた。彼は 波打ち際に立つと踊るように両手を打ち振った「ハンガン殿白穂にて揃ろうぞ白穂にて揃ろうぞ」そう言って安頼に知らせるとまた悲鳴のような声を上げながら浜辺を北へ北へと走った安よりも慌ただしい声にすぐ起き上がった 瞬間も白ほだと聞くとすぐ立ち上がらずにはいられなかったが、白ほが見えると言ってりつねが浜辺を走ったことはこれまでに二三度あった。彼はよく白雲の影を白ほと間違えたり、波間に浮かぶ白鳥から白ほの幻影を見た。安よりはさすがにすぐ後に続いて走ったが、 瞬間はまたかと思いながら無言のまま後からついていった。成常と安頼とは砂浜を混よく走り続けた。瞬間も彼らの熱心な走り方を見ると自分の足並みがいつの間にか急ぎ足になるのをどうともすることができなかった。そのうちに疑い深い瞬間の瞳にも はるか彼方の水平線に波に浮かんでいる白千鳥のように白い方をいっぱいに張りながら折柄の微風に動くともなく近づいてくる船の姿が映らずにはいなかった。瞬間も狂気のように走り出した。三人は半丁ばかり隔たりながら懸命に走った。お互いに立ち止まって待ち合わせる余裕などはなかった。 走るに従って、白ほもだんだん近づいてくるのだった。それは、九州から硫黄を買いに来る船のような小さい船ではなかった。成ねは、感激のために泣きながら走っている。安よりもそうだった。瞬間も、胸が熱苦しくなって、目頭が妙にむずがゆくなってくるのを感じた。見ると、 船のへさきには一流の赤旗がへんぽんとひるがえっている。平家の平戦だと思うと、その船に斜面の死者が乗っていることが三人にすぐ感じられた。船は流人たちの姿を見ると、へさきを岸の方へ向けて、方をひたひたと下ろし始めた。やがて、 船は岸から三端とない沖へ怒りを投げる。三人は岸辺に立ちながら声を合わせて喜びの声を上げた。さすがに瞬間をも除外しないで、三人は手を取り合ったまま声を上げて泣き始めたのである。二。船は流人たちの期待に背かず、清盛からの斜面の使者。 丹左衛門の城元康を乗せていた。が、元康の持っていた清盛の教書は、成常と安頼とを天国へ持ち上げるとともに、瞬間を地獄の底へ押し落とした。瞬間は狂気のようにその教書を元康の手から奪い取って、千ばしる目を注いだけれども、そこには、 瞬間ともうずとも書いてはなかった。瞬間は月光のあまり、最初は死者を罵った。瞬間の名が漏れたのは死者の怠慢であると言い募った。が、元康がその方法を避けて相手にしないので、今度は自分を捨てていこうとする成常とよ寄に食ってかかった。そして、 なりつねとやすよりとを卑怯者であり、裏切り者であると罵倒した。なりつねがそれに耐えかねて、二言三言言葉を返すと、瞬間はすぐカッとなって、なりつねにつかみかかろうとして、元康の手のものに取りひしがれた。それから後、幾時間かの間の瞬間の憤りと悲しみと恥とは、 例えるものもなかった。彼は目の前で、成ねと安頼とがその赤じみた衣類を脱ぎ捨てて、都にいる縁者から送られた真新しい衣類に着替えるのを見た。嬉し涙をこぼしながら、親しい者からの消息を読んでいるのを見た。が、獣荷を斜面せられない瞬間には、一通の玉ずさをさえ、 うくることが許されていなかった。瞬間は砂を噛み、土をかきむしりながら泣いた。船は飲料水と野菜とを積み込み、成常と安頼とを収めると、手を合わして乗船を愛願する瞬間を浜辺に押し倒したまま岸を離れた。そして、 瞬間をもっと苦しめるための恋からするように、三旦ばかりの沖合に怒りを投げて、そこで一夜を明かすのであった。瞬間は、終夜浜辺に立って、叫び続けた。最初はののしり、中途では哀願し、最後には、たわいもなく泣き叫んだ。ハンガン殿、の、今一言。 申し残せしことの総ぞ蔵小舟なりとも寄せそらえ元安殿想像あおあれとおぼしめさばせめてくごくの旗までも送り届けえさせたまえ」が。が瞬間の声は渚を吹く海風に吹き払われて船は少しも聞こえないのだろう。 闇の中に一つの火もなく黒く燃やっている船からは、おうという一声さえなかった。夜がふくるにつけ、瞬間の声はかすれてしまった。おしまいには傷ついた海鳥が鳴くような、かすかな悲鳴になってしまった。が、どんなに声がかすれても、根よく叫び続けた。そのうちに、 夜はほのぼのと明けていった。朝日がびょうびょうたる波のかなたに上ると、船はカラカラと怒りを上げ、頬を朝風にバタバタとなびかせながら巻き上げた。瞬間は最後の叫び声を上げようとしたけれども、声は少しものどから出なかった。船の上には、右往左往する過去どもの姿が見えるだけで、 なりつね、やすよりはもとより、もとやすも姿を現さない。見るまに船は滑るように動き出した。もう乗船の望みは少しも残ってはいなかったが、それでも瞬間は船を追わずにはいられなかった。船は島に沿いながら、北へ北へと走る。瞬間はそれを狂人のように、けつまろびつ追った。 が三十丁も走るとそこは島の北端であるそこからは翼ある身にあらざれば追いかけることができない檻から風は吹き募った船の帆は張り裂けるように風をはらんだ船はみるみるうちに小さくなっていく瞬間は岸壁の上に立ちながら身をもだえた もう声は少しも出ない。ただ獣のように岩壁の上で狂い回るだけだった。船は瞬間の苦紋などには何の容赦もなく、半時も経たないうちに水平線に漂う白雲のように紛れ込んでしまった。船の姿を見失った時、瞬間は絶望のために混沌した。 昨夜来叫び続けた疲労が一時に発したのだろうそのままぼうとして眠り続けた彼はその岸壁の上で昏倒したまま何時間眠っていたかは自分にもわからなかった一度目覚めた時は夜であった彼は自分の頭の上の大空が 大半は暗い雲に覆われて、そのわずかな切れ目から2、二三の星が瞬いているのを見た。彼は激しい乾きと全身を砕くような疼痛を感じた。彼は水を飲みたいと思いながら、辺りを見回した。が、岸壁の背後はすぐ行隔な山になっているらしく、小川とか泉とかがありそうに思えなかった。 それでも激しい渇きは彼を一時もじっとしていさせなかった。彼は寝ていた岩から身をはがすようにして立ち上がった。立ち上がるとき体のもろもろの関節が音を立ててきしるように思った。彼はそれでも這うようにして岩壁を降りることができた。彼は昼間、それは 昨日であるのかおとといであるのかわからなかったが、夢中で走った道を二丁ばかり引き返した。彼は昼間そこを走った時、幼児が五六本生えていて、その根に危うくつまずきそうになったのを覚えていた。彼の濁ってしまっている頭の中でも、幼児の周囲を探せば水があるかもしれないという考えがぼんやり浮かんでいた。 が、幼樹の生えている周囲を、海の水明かりで二三度探して回ってみたけれども、そこらは一面に空竹が密生しているだけで、ずらしいものは少しも見当たらない。瞬間は、その創作に残っていた勢力を使い尽くして、崩れるように地上へ横たわると、再びこんとして眠り始めた。 二度目に目が覚めたとき、それは朝だった。疲れしなびている瞬間の方にも、朝の美風が心よかった。彼が目を開くと、自分の体の上に茂り重なっている、そうそうたる幼樹の小杖を漏れた、すがすがしい朝の日光が、美しい育場の島となって、自分の体に注いでいるのを見た。 さすがに、しばらくの間は、清らかな気持ちがした。が、すぐ二三日来の出来事が、悪夢のように帰ってき、そして激しい乾きを感じたので、彼はよろよろと立ち上がった。それでも、氷病と無偏在に広がっている海を、未練にももう一度見直さずにはいられなかった。が、 群青色にハロバロと続いている太平洋の上には、アホウドリの一群れが飛び交うている他は何者も見えない。鳴りつねや安スヨを乗せた船が今まで視野の中に止まっているはずはなかった。彼が再び地上に身を投げた時、身を焼くような乾きと上とが激しく身に迫ってきた。 彼は、斜面の船が来て以来、何も食っていないのだった。元康は、さすがに彼を哀れがって、船の中でかしいだしを持ってきてくれたのであるが、真意の日に心を焦がしていた瞬間は、その久しぶりの沈みにも目もくれないで、過去の手からそれを地上に叩き落とした。無論、今でも自分の小屋まで帰れば、 星もたくさん残っている。が、瞬間には一里に近い道を歩く勇気などは残っていなかった。激しい乾きと上とは彼の心をすさませ、自殺の心を起こさせた。彼は目の前の海に身を投げることを考えた。そうして、なぜ元康の船がいるうちに死ななかったかを後悔した。 元康や、あの裏切り者のりつねや安よりの目前で死んだならば、少しは腹いせにもなるのだったと思った。今死んでは犬死にであると思った。が、死のうという心は変わらなかった。気楽の望みを永久にたたれながら暮らしていくことは、彼には耐えられなかった。二十軒ばかり向こうの岸に、 一つの岩があり、その下の水がことさらに深いように見えた。彼が決心して立ち上がった時、彼はふと水の匂いを嗅いだ。それは真水の匂いであった。極度に達している彼の鼻は犬のように鋭くなっているのだった。彼は水の匂いを嗅ぐと、 その方角へ本能的に走り出した。唐滝の林の中を彼は獣のようにくぐった。実験ばかりくぐったとき、その林がつきて、そこから岩山がそびえていた。ふと、そこに大きい岩を後ろにして、この島には珍しいヤシの木が、じっぽんばかり生えているのを見た。 そしてそのヤシに覆われた飛び色の岩から、一条の水が銀の糸のように滴って、それがヤシの根元で小さい泉になっているのを見た。水は浅いながらに澄み切って、沈んでいる木の葉さえいちいちに数えられた。貸し切っている瞬間は犬のようにつくばって、その冷たい水を思い切りがぶがぶ飲んだ。 それが何という心よさであっただろう。それは彼が獅子ヶにの山荘で飲んだいかなる美酒にもまさっていた。彼がその清烈な水を味わっている間は清盛に対する恨みも島にただ一人残された悲しみも忘れ果てたようにすがすがしい気持ちだった。彼は よみがえったような気持ちになって立ち上がった。そしてヤシの小墨を見上げた。すると小墨に大きい実が二つばかりなっているのを見た。瞬間は疲労を忘れて猿のようによじ登った。それを叩き落とすとそばの岩で打ち砕き、おもうさまむさぼりくった。彼は生まれて以来、 これほどのありがたさと、これほどのうまさとで飲食したことはなかった。彼はヤシの実の汁を吸っていると、自分の今までの生活が、夢のように淡く薄れていくのを感じた。清盛、平家の一門、丹波の少将、平の判官、丹左右門の城、そんな名前や、 そんな名前に対する自分の感情が、この口の中のすべてを、いな、心の中のすべてを溶かしてしまうような木の実の味に比べて、まったく空虚なつまらないもののような気がし始めた。瞬間は、口の中に残る心よい感覚を楽しみながら、泉のほとりの青草の上に寝た。そして、 過去の自分の生活のいろいろな層を心の中に思い出してみた。都におけるいろいろな暗闘、感性、戦争、県政の争奪、それから来る嫉妬、反感、憎悪、そういう感情の動くままに共存していた自分の浅ましさがしみじみわかったような気がした。 船を追って教本した昨日の自分までが、ガキのようにあさましい気がした。煩悩を起こす種のない、この絶海のことをこそ、自分にとって唯一の浄土ではあるまいか。安りや成常がそばにいたために、都の生活に対する、いな、人生に対する執着が切れなかったのだ。 この島を仮の住処と思えばこそ、硫黄ヶ岳に立つ煙さえ、消熱地獄に続くもののように、物うく思われたのだ。こここそ、対の住処だ。あらゆる煩悩と執着等を断って、真女の生活に入る道場だ。そう思い返すと、瞬間は生まれ変わったような、ほがらかな気持ちがした。 ふと寝返りを打つとすぐ自分の鼻の先になでしこに似た真っ赤な花が咲いていたそれは都人の彼には名も知れない花だったがその花のシンクの花弁が何という美しさと清らかさを持っていたことだろうその花をじっと見つめていると人間の全てから知られないで 美しく匂っている、こうした名も知れない花の生活といったようなものが考えられた。すると、孤島の流人である自分の生活でさえ、無下に生きがいのないものだとは思われなくなった。彼は自殺しようとした自分の心の浅はかさを恥じた。彼の心には、今、新しい力が湧いた。 彼は誘惑して立ち上がった。そして海岸へ走り出た。いつもは魂もくらむように物うく思われた太陽が、なんと美しく輝いていたことだろう。十分昇りきった朝の太陽のもとに、紺碧の潮が後から後から湧くように踊っていた。海に接している砂浜は金色に輝き、 飛び交うているアホウドリの翼から銀の光を発するかと疑われいつもは見ることをいとっていた硫黄ヶ岳に立つ煙さえ今朝は澄み渡った朝空に琥珀色に優に優しくたなびいている瞬間はわらべのような伸びやかな心になりながら両手を差し広げわらべのように叫びながら 自分の小屋へ駆け戻った。3島に来て以来一年の間、瞬間の生活は、りつねや安頼との昔物語から、謀反の話をして、おしまいにはお互いの境遇を嘆き合うか。でなければ、砂丘の上などに登りながら、波地はるかな都を忍んでため息をつきながら、 一日をぼ然と過ごしてしまうのであったが、瞬間はそうした生活を根本から改めようと決心した。彼は勤めて都のことを考えまいとした。従って、成常や安頼のことを考えまいとした。彼は、成常や安頼が親切に残しておいてくれた仮りぬや刺し面を、懐中へ取り捨てた。 長い生活の間には衣類に困るのは分かりきっていた。が、困ったら土人のように木の皮を身にまとうても差し支えないと考えた。その上、三人でいた間は、肥前の国、河瀬の庄にある成常の衆土から平家の目を忍んでの仕送りで、細々ながら朝席の職に事を書かなかった。 そのためでもあるが、三人は大宮人の習慣を持ち続けて、なすこともなく毎日暮らしていた。瞬間は、そうした生活を改め、自分で砂取りし、自分で狩りし、自分で耕すことを考えた。彼は、そういう生活に入る第一歩として、 なりつねややすよりの記憶がつきまとっている今までの小屋を焼き捨て自分で発見したあの泉のほとりに新しい家を自分で建てることを考えた彼はその日から泉に近い山林へ入って木を切った彼が持っている道具は一丁の小さいまさかりと二本のこ立ちであった 周囲が一尺もある木は切り倒すのに四半時近くかかった。が、彼が額に汗を流しながら、その幹にまさかりを打ち込むとき、彼は名乗し難い爽快な気持ちがする。清盛に対する恨みなどは、そうした瞬間、泡のように彼の頭から消え去っている。そして、その木が、 マサカリのいくらかによって力尽き、地を揺るがせて倒れるとき、瞬間の焼けた顔には会心の笑みが浮かぶ。彼はそうして切り倒した木の枝を払い、一本ずつやっとの思いで泉のほとりに引いてくる。彼はそのラフな丸太を地面に立て、柱とした。だ立やマサカリで穴を掘ることは、 かなり骨が折れた。ことにそういう仕事に用いることで、これから先の生活に、どんな必要であるかもしれない道具が破損することを恐れねばならなかった。屋根は空竹で吹いた。この島の大部分を覆っている空竹は、屋根を吹くのには、藁よりもはるかに優れていた。木の枝を、 横にいくつも並べて壁にした。そして近所から粘い土を見出して、その上からまつした。彼はこの新しい家を建てるために20日ばかりもかかった。が、彼は自分の住む家を自分で建てることがどんなに楽しみの仕事であるかが分かった。その間、清盛に対する恨みや祭祀に対する恋しさが 焼くように胸に迫ることがある。そんなとき、彼は常よりも二倍も三倍も激しく働く。無論、島に夕暮れが来て、日が香涼たる硫黄ヶ岳の彼方に落ち、唐岳の林に風が騒ぎ、名も知れない海鳥が鳴くときなど、火もない小屋の中にうずくまっている瞬間に、身を裂くような寂しさが襲ってくる。 が、昼間の激しい労働が生む疲労は、すぐ彼をそうした寂しさから救ってくれ、そして彼に安らかな眠りを与えてくれる。新しい小屋ができた時、彼はその次には食い物のことを考えた。三人で食い残した欲しいは、まだ二月三月は瞬間一人を支えることができた。が、 なりつねがいなくなった今は、なりつねの舅から仕送りがあるはずはなかった。今は自分で食い物を耕し作るより他はなかった。瞬間は新しい小屋から二丁ばかり隔たったところに、やや開けた土地があり、硫黄ヶ岳に遠いために硫黄の木が少しもないことを知った。彼はそこを冬の間に開墾し、 春が来れば麦を植えようと思った。が、差し当たっては砂取りと狩りをする他に、食料を得る道はなかった。彼は堅牢な唐拓を切って、それに鶴を張って弓にした。矢は細身の唐拓を用い、矢尻は鋭い魚骨を用いた。本土ならば、こうした矢先にかかる鳥は、 一羽もいなかっただろうがこの島に住んでいる里里里空と,と赤ひげ青サギなどは瞬間の近づくのを少しも恐れなかった半日山や海岸を駆け回ると運びきれないほどの獲物があった今までの彼は狩りはともかく砂鳥は無げに卑しいことだと思っていた ひたすらに都会生活に憧れていた彼は、そうしたことを真似てみようという気は起こらなかった。が、現在の彼は、土人にらって砂取りをしてみようと考えた。その頃の島は、うなぎを取る季節であった。選ぶうなぎは、秋から冬にかけて、島の海岸の暖かい海水を慕ってきて、 そこへ卵を産むのであった。土人は海水の中に身を浸して、それを手取りにした。瞬間もそれに習った。最初は幾度掴んでも掴み損ねた。土人は怪しい言葉で何か言いながら瞬間を笑った。が、瞬間は屈しなかった。三日ばかりも根よく続けて試みているうちに、 ロドンで一番不幸なうなぎが瞬間の手にかかる。五日と経ち、七日と経つうちに、どんな敏昇なうなぎでも瞬間の手から逃れることができなくなってくる。彼は何十匹と得たうなぎの顎に鶴を通し、それを肩に担ぐ。鶴が肩に食い入るように思い、が自分が取ったのであると思うと、 一匹だって捨てる気はしない。小屋へ帰ってから、彼は木立で腹を裂き、綿を去ってから、それを日なたへ干す。半月ばかりうなぎを取っているうちに、小屋の周囲は干したうなぎでいっぱいになる。そのうちにうなぎの取れる季節は過ぎ去ってしまう。そして、冬が来た。冬の間、 瞬間は畑を作ることに一生懸命になった。彼は、まず畑のために剪定した彼の狡猾な土地へ火を放った。そして雑草や干木を焼き払った。それから、焼き残った木の根を掘り返し、岩や小石を取り去った。彼のまさかりは、今度は桑のようをした。道具がないために、 彼の仕事ははかどらなかった。土人のところに行けば、桑に似たものがあるのを知っていた。が、報酬なしに土人が何物をも貸さないことを知っていた。が、彼の精魂は、そうしたものにすべて打ち勝った。冬の終わる頃には、一丁近い畑が、彼の力によって開かれた。彼に今、 最も必要なことは、そこにまかねばならない麦の種であった。彼は麦の種を土人が手放さないのを知っていた。彼はそれと交易するために、自分の持ち物の中で土人の欲しがりそうなものをいろいろ考えてみた。土人の欲しがりそうなものは、自分の生活にも格くべからざるものだった。 瞬間は、ふと、蕎麦で別れるとき、妻の松の前から形見に送られた白犬の小袖を今もなおそのままに持っているのに気がついた。それは、現在の彼にとって、過去の生活に対する唯一の記念物だった。彼は一晩考えた末、この過去の生活に対する記念物を、 現在の生活の必須品に変えることを決心した。彼は愛しい妻の形見を一袋の麦に変えた。そしてそれを彼が自分で開いた土地に撒いた。自分で開いた土地に自分の手で撒いた種の生えるのを見ることは人間の喜びの中では一番素晴らしいものであることを瞬間は悟った。 ほのかな麦の芽が、凝角な近くから、おぞおぞと頭をもたげるのを見たとき、瞬間は嬉し涙にむせんだ。彼はひざまずいて、目に見えぬ何者かに、心からの感謝を捧げたかった。機械が島にも、春は巡ってくる。島の周囲の海が、薄紫に輝き始める。そして、 前頭には椿の花が一面に咲く。アホウドリが一日一日多くなって、硫黄ヶ岳の中腹などには雪が降ったように集まっている。生まれて初めての自然生活は、瞬間を見違えるような立派な体格にした。生白かった方は褐色に焼けて輝いた。去年着続けていた僧侶の服は、 いろいろのことをするのに不便なので思い切ってそれを脱ぎ捨て思い切って川カツラを身にまとった青年三十四歳その壮年の肉体には原始人らしいすべての活力が現れ出した彼は生え伸びた髪を無造作に藁で束ねた六尺豊かの身体は鬼のような土人と比べてさえ ひときわ立ちまさって見えた。彼は時々自分の顔を水鏡で映してみる。が、その変わり果てた姿をあさましいなどと思ったことはない。無論現在の彼には、祭子が時々思い出されるだけで、清盛のことなどは念頭になかった。平家が千里の彼方でおごっていようがいまいが、 そんなことはどちらでもよかった。それよりも彼は自分が植え付けた麦が成長するのが一日先週の思いで待たれた。麦の畑におうる雑草を取ることは彼の半日の仕事として十分だった。が午後からは海岸へ出て毎日のようにブリを釣った。糸は太い鶴を持ち、 針は獣の骨で作った。三尺の大魚は針を入れると同時に無造作に食いつく。それを引き上げるのがどんなに爽快であっただろう。それは魚と人間との格闘であった。瞬間は危うく海の中へ引きずり込まれそうになる。それを岩角へ足を踏ん張ってぐっと持ちこたえる。 魚はそのかかった針を外そうとして波まで白い腹を返しながら身をもだえる。そうした格闘が半時近くも続く。そのうちに魚の力が弱ってくる。それでもなお体を激しくねじ曲げながら水面に引き上げられる。この豪快なぶり釣りがこのごろの瞬間にとっては仕事でもあり娯楽でもあった。 死者を起こす大魚を三死引き繋いで砂の上を小屋まで引きずって帰るのは苦しい仕事であった。が、それを炙ると新鮮な肉からは香ばしい匂いが立ち、瞬間の健康な食欲を嫌が上にも刺激する。彼は毎日のように近所の海角に出てブリを釣 彼はその魚から油を取って、ともしの油にしようと考えたのである。ブリは群れをなして島の周囲をめぐっていた。瞬間はその群れを覆って、自分の小屋から一里近くも遠方へ出ることもあった。その日も瞬間はブリを釣るために硫黄ヶ岳のすぐふもとの海岸まで行った。そこからは、 土人の部落がハンリとも隔たっていなかった。土人たちは本土の人間を恐れ嫌った。三人でいた時は土人たちは遠方から三人の姿を見ると避けた。瞬間一人になってからは恐れはしなかった。が、一種気味の悪いもののように決して近づいては来なかった。瞬間も なるべく土人と交渉することを避けた。土人の部落へはできるだけ近寄らないようにした。が、その日は、近所の海岸にはブリの姿が見えないため、それを探しながら、とうとう土人の部落近くまで来てしまった。彼の針に、そこの海岸で今まで上がったことのないような大魚がかかった。それは、 ぶりとしても珍しい五尺を超える大魚だった。彼はその岩角で一時近くもそれを釣り上げるために奮闘した。彼は魚が一しようとするときにはそれに逆らわないように手の中のるを伸ばした。もう伸ばすべき鶴がなくなると鶴は緊張して水を切りながらキーキーなった。彼は 魚が頭を自分の方へ向けたと知ると、その木を一しないで、鶴を手早く手元へたぐり寄せる。一見ばかりの水底まで来た魚は、奇怪な姿を見せながら狂い回る。が、水際まではけして上がらない。そして、瞬間の手が少しでも緩むと、矢のように沖へ一掃する。彼は鶴を伸ばしたり緩めたりすることによって、 水中の魚を疲らせようとする。半裸体のまま岩頭に立って活動する瞬間の姿は目覚ましいものであった。とうとう瞬間はその五尺をこゆる大魚を征服してしまう。岩の上に釣り上げられた後も、なお跳躍して海に入ろうとする魚の頭を瞬間はそばの大石で一打ちする。 魚は尾やひれを震わせながら死んでしまう。瞬間はその二十貫を超える大魚の腹に足をかけながら初めて会心の笑みを漏らす。その時瞬間はふと人の気配を感じた。魚を釣るために夢中になっていた瞬間は気がついて周囲を見回した。見るといつの間に近寄ったのだろう。 一人の土人の少女が、実験ばかりの後方に立ちながら、瞬間の姿をじっと見つめているのだった。おそらく瞬間の勇ましい活躍を、さっきから見ていたのだろう。年は十六七であったろう。が、背丈はすくすくと伸びて、都の少女などには見られないような高さに達していた。 腰の周囲に木の皮をまとっただけで、よく発達した胸部を惜しげもなく見せていた。髪はくし削らず、鶴草をさねかずらにしていた。色は黒かったが、瞳が黒く、人懐っこく光っていた。長い間、女性と接したことのない瞬間は、この少女を一目見ると、自分の裸体が気恥ずかしくなって、 思わず顔が赤くなった。が、相手が少しの歳議もなく、無邪気に自分を凝視しているのを見ると、瞬間はそれに応えるように、軽い笑みを見せずにはいられなかった。少女は笑みはしなかったが、その物珍しげに見張っている目に、好意を示す表情が動いたことは確かだった。瞬間は、 久しぶりに人間から好意のある表情を見せられたので、胸がキュッとこみ上げてくるように感じた。彼は再び針を海中に投じた。魚はすぐ食いついた。その魚を引き上げる間、少女は熱心に見物している。そして第三番目の針を投じても少女は去らない。瞬間は、 少女の方を振り向きながら、時々笑みを見せる。少女は異様を取るために来たのだろう。が、硫黄を入れる箱をそばへ置き捨てたまま、いつまでも瞬間がブリを釣り上げるのを見ている。とうとう夕暮れが来た。瞬間は釣り上げた魚を引きずりながら、自分の小屋への道をたどる。一丁ばかり歩いて、 後ろを振り返った。少女も家路に向かおうとして立ち上がっている。が歩き出さないで瞬間の方をじっと見つめている。瞬間はその日から自分の生活に新しい希望が湧いたことに気がつく。彼はその翌日も同じ場所に行った。すると昨日の少女が 昨日彼女がうずくまっていたのと同じ場所にうずくまっているのを見る。瞬間の胸には湧き上がるような喜びが感じられる。今日こそ昨日よりももっと大きいブリを釣り上げて少女に見せてやろうと思う。が昨夜の間にブリはこの海岸を離れたと見え、いくら針を投げても手たえがない。 彼はイライラして幾度も幾度も針を投げ直す。が、幾度投げ直しても手応えがない。彼は少女が退屈して立ち上がりはしないかと思うとイライラしてくる。が、少女はじっとうずくまったまま身動きもしない。瞬間は他の釣り場所を探ろうと思うけれども、少女がもしついてこなかったらと思うと、 この場所を動く気はしない。そのうちに、瞬間は疲れて、針を水中に投じたまま手を休めてしまう。その時に、突然かの少女が叫び始めた。瞬間は最初彼女が何か自分に話しかけているのではないかと思った。が、少女は天の一方を見つめながら叫んでいる。 そのうちに、瞬間はその叫び声の中に、ある陰律があるのに気がつく。そして、この少女が歌を歌っているのだということがわかる。それは、漏洩や今用などとは違って、もっと急調な激しい調子である。が、その聞き慣れない調子、意味の全くわからない言葉の中に、 この少女の迫った感情がみなぎっているのを、瞬間は感じずにはいられなかった。瞬間は、やるせなくこの少女が愛しくなる。歌い終わると、少女は瞬間の方へ、その黒い瞳の一瞥を投げる。瞬間はたまらなくなって立ち上がり、少女の方へ進む。すると、今までうずくまっていた少女は、 急に立ち上がって、五六軒向こうへ逃げる。が、そこに立ち止まったまま、それ以上は逃げようとはしない。瞬間は、笑みをしながら手招きする。が、少女は笑みを持ってそれに応えるけれども、決して近寄らない。瞬間は、じれて元の場所へ帰る。すると、少女も元の場所へ帰ってうずくまる。 そして時々思い出したように歌い続けるその翌日も瞬間は同じ場所に行ったその翌々日も瞬間は同じ場所へ行ったもうブリを釣る目的ではなかった幾日も幾日もそうした情景が続いた後少女はとうとう その目近のようにしなやかな体を瞬間の強い諸腕に任してしまった。瞬間はもう孤独ではなかった。かの少女は間もなく瞬間のために従順な愛すべき妻となった。無論、土人たちは彼らの少女を脱したのを知ると退居して瞬間の小屋を襲ってきた。 二十人を起こす体制に対して、少しもひるむところなく、まさかりをもって立ち向かった瞬間の勇ましい姿は、少女の瞬間に対する愛情を増すのに十分であった。が、恐ろしい惨劇が始まろうとする刹那、少女はいち早く土人の頭らしい老人の前に身を投じた。それは、少女の父であるらしかった。老人は、 少女から何事かを聞くと怒りののしる若者たちを制してこともなく引き上げていったその事件があった後は瞬間の家庭には幸福と平和のほかは何者も襲ってこなかった手助けのできた瞬間は自分たちの生活をいろいろな点でよくしていった 都会生活の経験の良いところだけを妻に教えた。無知ではあったが、理髪な彼女は、瞬間の言うことを理解して、少しずつ家庭生活を愉快にしていった。結婚してからすぐ、瞬間は妻に山と言葉を教え始めた。三月たち、四月立つうちには、日常の会話には事を書かなかった。 つるくさのさねかずらをした妻が、かんがなこ言葉を口にすることは、瞬間にとってこの上もない楽しみであった。言葉を一通り覚えてしまうと、瞬間はよく妻を砂浜へ連れて行って、字を書くことを教えた。朝香山の歌を幾度となく砂の上に書き示した。妻は、 その年のうちに妊娠した。こうした生活をする瞬間にとって子供ができるということは普通人の想像も及ばない喜びだった。瞬間は身重くなった妻を舐めるようにいたわるのであった。翌年の春に妻は玉のような男の子を産んだ。子供ができてからの瞬間の幸福は 以前の2倍も3倍にもなった。瞬間の畑は毎年よく実った。彼は子供ができたのを機会に妻に手伝わせて小屋を新しく建て直した。もうどんな嵐が来てもびくともしないような堅牢なものになった。男の子が生まれたその翌年に今度は女の子が生まれその2年目に 今度はまた男の子が生まれた。子供の成長とともに、瞬間の幸福は限りもなく大きくなっていった。機械が島に流されたことが、自分の不運であったか幸福であったかわからない、とまで考えるようになっていた。四。ありようが。 古種の瞬間を訪ねて、都からはるばると九国に下り、そこの便船を求めて、硫黄商人の船に乗り、機械ヶ島へ来たのは、文治二年の木更木半ばのことだった。樹影四年に、平家の一門はことごとく再開の木図となり、今は元家の世となっているのであるから。 瞬間に対する獣荷も自然消え果てて、斜面の死者が朝廷から到来すべきはずであったが、世は平家の夜い追悼に忙しく、その上、瞬間はすぐる自称三年に、機械が島にて耐え果てたという風文さえ伝わっていたから、瞬間のことなどは何人の念頭にもなかった。ただ、 古種を慕うアリ王だけは、瞬間の最後を見届けたく、千里の旅路に、雨季観南を重ねて、機械島へ下ったのである。島へ上陸したアリ王は、三日の間、島中を探し回った。が、それらしい人には耐えて会わなかった。島人には言葉不通のため、聞き合わすべきよすがもなかった。 そのうちに、便乗してきた商人船の出版の日が迫った。今は瞬間が生活した旧跡でも見たいと思って、人の住むところと稲とを問わず、島中を縫うように駆け回った。四日目の夕暮れ、有王は人里遠く離れた海岸で人声を聞いた。それが思いがけなくも山戸言葉であった。 アリオは林の中をくぐって人声のする方へ行った。見るとそこは広々と開かれた畑で二人の男女の土人が並んで耕しているのであった。しかも彼らはヤとこ言葉で高々かかと打ち語っているのであった。アリオは驚きのあまりに畑のそばに立ちすくんでしまった。 ありようの姿を見たその男は、すぐそのくわを捨てて、つかつかとそばへ寄ってきた。その男はじっとありようの姿を見た。ありようもじっとその姿を見た。その男の眉の上のほくろを見出すと、ありようは、瞬間想図殿には、ましまさずや。そう叫ぶと、 貴重のように瞬間の手元に飛びすがった。その男は大きくうなずいた。そしてその日に明けて灼灯のように光っている方を大粒の涙がほろほろと流れ落ちた。二人は涙のうちにしばらくは言葉がなかった。あなあさましや、など書くは変わらせたもうぞ。 宝生寺の修行として、ときめき玉石君の、覚も変わらせたもうものか。ありようは、そう叫びながら、さめざめと泣きふした。が、最初開口の涙は一緒に流したが、しかしその次の英単には、瞬間は一致しなかった。瞬間は、たくましい腕を組みながら、 泣き沈むアリオの姿を不思議そうに見ていた。彼はアリオが泣きやむのを待って、アリオの右の手を掴んで妻を差し招くと、アリオをぐんぐん引っ張りながら自分の小屋へ連れて帰った。アリオはその小屋で、主に生き写しの二人の男の子と三人の女の子を見た。瞬間は、 長男の頭をさすりながら、これが特殊丸であると言って、有王に引き合わせた。その顔には、父らしい嬉しさが隠しきれない笑みとなって浮かんだ。が、有王は全てを浅ましいと考えた。村上天皇の第七子、智も親王六世の高尊である瞬間が、 何番の女とちぎるなどは何事であろうと考えた。彼は、主が流人になったため、心までが畜生道に落ちたのではないかと嘆き悲しんだ。彼はその夜、夜を徹して瞬間に気楽を進めた。平家に対する謀反の第一番であるだけに、鎌倉にある婦殿が、 そののお身の上を決しておろそかにはまいと言った間は平家一門が滅んだと聞いた時にはさすがに会心の笑みを漏らし妻の松の前や鶴の前が見まかったということを聞いた時には涙を流したが気楽のすすめには最初から首を横に振った。 ありようが涙を流しての関税も、どうすることもできなかった。夜が明けると、それはありようの船が出版の日であった。ありようは、主の心に物のけがついたものとして、気楽のすすめを思いきるより他はなかった。瞬間は、妻と五人の子供とを連れながら、船着き場まで見送りに来た。 そこで、形見にせよと言って、瞬間が自分で刻んだ木像をくれた。それは、瞬間が彼自身の妻の像を刻んだものだった。瞬間の気楽を妨げるものは、彼の祭祀であると思うと、アようはその木像までが忌まわしいものに思われたが、主の贈り物を無下に退けるわけにもいかないので、 船に乗ってから捨てるつもりで何気なくそれを受け取った。別れるとき、春貫は、都に帰ったら、瞬間は自称三年に島で果てたという風文を決して打ち消さないようにしてくれ。島に生きながらえているようなことを決して言わないようにしてくれ。松の前が、 鶴の前が生きながらえていたら、また思うようもあるが、今はただ、ひたぶるに、瞬間を死んだものと、世の人に思わすようにしてくれ。そんな意味を言った。その山と言葉が、かなりまりが激しいので、ありようは言葉通りには覚えていられなかった。ありようの船が出ると、 瞬間及びその祭祀はしばらく改変に立って見送っていたがやがて皆は揃って彼らの小屋の方へ歩き始めた五人の子供たちが父母を中に挟んで危機として戯れながら帰ってゆく一行を船の上から見ていたアリオは最初はそれを獣か何かの一群れのように あさましいと思っていたが、そのうちに何とも知れない熱い涙が自分の方を伝っているのに気がついた。